たくさんできて、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。こんばんは。バラありがとうございます。ええ、本当に久しぶりだった。うん、めっちゃ久しぶり。ワンピース可愛い。あ、ありがとう。今日はね、なんか。こんな感じのお洋服着てたんですけど。あの後で。載せるね。メールとか。インスタとか。載せます。うん。楽しかったね。 うん、今日は巻き髪久しぶりになんかあの最近は、まあ、公演だとメイクさんがやってくださるしあのー、リハとかは一切巻かないのでほんと久しぶりに自分で巻いたなって感じでしたうん「キラキラ星」ありがとうございます頼ままた,たありがとうございますうん ゴージャスな感じ <laughs> でもなんかすごいお姉さんっぽい感じかな今日はうんお姉さんっぽい感じのファッションですねはい <laughs> ありがとうございました来てくださった方ちょっと今日カメラこっちだからちょっと変な感じコメントがこっちにあるからさこっち見ると,ちとなんかこっち見れないしみたいな感じそうなんですよ今日がそのロングおしゃべり会 でなんかその前回はおしゃべり会だったんですけど今回そのアルバムなのであのシングルの時の3倍の長さのおしゃべり会だったんですけどもう全然なんかそのロングロングだけどなんかそれを感じないぐらい本当にたくさんお話できましたしそう本当楽しかったです。 さっっきのツイッターの写真可愛かったかたらありがとうございます <laughs> とりあえずツイッターにあー自撮りだけ載せてうんって感じでしたけど楽しかったですありがとうございますなんかおしゃべり会どんな感じか教えてでも本当にあに以前やっていたおしゃべり会と本当に同じ感じあんな感じでその秒数だけちょっと長くなるよっていう感じなので全然あんまあ、変わんないかなって思いましたね私はうん そそうそう,そうあんまり仕組みは一緒なのでうんそうあ,熊ちゃんだありがとうございますありがとうベアーヤありがとうベアーヤ七夕ありがとね七夕はでも終わっちゃったからそっかジブさんの YouTube 公開されたねそうなんです18時に今日のね18時にアップされまして「g i v e m e ブの演奏の方 の動画がこう上がっているので、ぜひぜひまだの方は YouTube N G T ホールテートの公式 YouTube で見られるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。短冊ありがとうございます。はい、そうさっきね上がったばっかりだったんだけど、でもおしゃべり会の時にもうすでに見たよって方もたくさんいらっしゃって、そうそうそうでもさっき本当上がったばっかだから、あの寝る前とか <laughs> 全然忙しい方は明日とか見てください。 うん、私もちょっとまだ見れてなくて <laughs> そうそうそうでもその「g i v e ァ e ブの,あの演奏の動画とあとまあコメント動画とかもあるので是非あの前回アップされた「セカオ」と合わせて見てください「セカオ」の方も本当にたくさん再生されていまして本当にね嬉しいですたくさん見てくださってありがとうございます、うん、いっぱい見てね ぜひぜひ次はねツーショット撮影会かなおしゃべり会は今月は今日だけだったんですけど31日にあの新潟でツーショット撮影会があるので、まあ、リアルに会ってお話もできるし撮影もできるしっていうゴージャスイベント <laughs> がね今月あるわけでございますよ。はい 一月三十一日、新潟。です。そう。おしゃべり会の。あ、次のおしゃべり会は八月十一日か。か結構。一ヶ月ぐらいあるんです。開くんです。まあ、でも、ツーショットもあるから。っていう。<laughs> お話もできるので、リアルに。楽しみです。 いろいろポーズもたくさんあるので大丈夫ですよ <laughs>。いろんなポーズができると思います。うん、楽しみだな。リアルでこうね。すか通称通称と撮影会は私、あのね経験したことがなくてその何おおしゃべり会じゃないえっと握手会握手会でその特典で握手握手会の特典であの 写真を撮れるっていうのがあったのでそれは経験したことあるんですけどなんか本当ののんか撮影会というか写真んツーショット会は、まあ、ねやったことないから私も初めてなんです誰もありがとうございますキラキラ星ありがとうございますそうなんですよそうなの何使って撮影するのスマホじゃないかな違うのかなスマえ違うのかな なんか握手会の時はファンの方のスマホで撮ってたんだけど今回確かにどうなんだろう受験ですありがとうございます撮っていただくってことか誰もありがとうございますスマホか撮っていただくんだねなんか今まではなんかこういう自撮り系だったんだよねこうなんか みたいな <laughs> そっかスタッフさんが撮ってくださるんですね盛れるか心配ですねそれは <laughs> 盛れるかなうんちょっと頑張ります、うん、さあやーや,ほーやほやほやほねえでも楽しみです得点もたくさん特典得点か得点会もたくさんあるし ツアーも始まるし、本当に楽しみがいっぱいですね。短冊ありがとうございます。ね、本当楽しみがいっぱいですよね、うん。白雪姫のさ、やっと通じちゃった。白雪姫。白雪姫。<laughs> なんだ。うん。 自撮りは顔が怖がるあ逆にね逆にうんってなっちゃう <laughs> うんってまあまあまあツアー楽しみねえだってもうあとええー、全然時間ないじゃん2週間ぐらいじゃないですか意外と結構時間なくてすぐ来そうですよねうんねめっちゃ楽しみ ツアーもあの絶賛レッスン中でリハーサルもしていてめっちゃ楽しみ初めてのツアー新潟初日なんですけど2週間後って早 <laughs> 早いですねあの来てくださるよーって方は是非サーヤグッズで「バーってアピールしてださい。 <laughs> よろししくお願いします楽しみよ来月が東京そうですね今月は新潟にあ,あ新潟であって来月東京で昼夜あります、うん、そうね体調管理もしっかりしつつ皆さんもね,、あのー、ね気をつけてください暑くなってますし最近本当に熱中症とかも気をつけて。 ありがとうございます気をつけましょうお互いにサイヤグッズねよろしくねあと今生写真をね書いてるんだけどあの「申し込んだよ」って方は届いたら裏側見てくださいえー、っとなんか表だとあんまり書けなくてだから裏側にバーって書いてるのでメッセージを。 なのでぜひ届いてあの恨みないで終わったらちょっとショック <laughs> なので <laughs> 裏側を見てくださいはいですそうなんそうなんですよ生写真の,あの写真も漏れてるのにしたので <laughs>

土曜日、あれ土曜日か、土曜日か日曜日、上がるんですよ。そう。見てください。こんばんは、こんばんは。七月十六日、あ、十六日、ありがとうございます。十六日。そう、あのね。三人で。出ているので、ぜひ。<laughs> 見てください。ショート動画もね、載ってます。はい。 短冊ありがとうございます。三期生と初仕事。初仕事かな、うん。そうだね、初仕事かな。うん。そう。すごい緊張してて、あの可愛かった <laughs>。可愛かった。そう。本当に。 よしよしって <laughs> ぜひ見てくださいこんばんこんばんは,んばんはうんいや私たちももう先輩になるってなんかよくわからない感じですね、うん、よくわからない感じあなたも緊張してた時代はあったねえわかるなんか本当に 初期の頃を思い出しましまた初期の頃ってやっぱそんな感じになるよって思ってうんそうなんか懐かしい気持ちになりましたねうんそうねご、ま、ごんばんはでもまだ3期生とはしっかりこうなんか挨拶みたいなことは全員とはしていなくて。 なので、本当会えるのが楽しみですね。しっかりこうちゃんとした感じで <laughs> あ、ありがとうございます、うん。でも私あんまりその先輩先輩できる性格じゃないので、なんかちゃんといい背中を見せられるかわからないんですけど <laughs>、まあなんかああなんだろう、うん。 話しやすい先輩になれたらいいかなと思います。うん。さやも成長したね。本当？成長できたかな？<laughs> できたかな？まあでも初期に比べたらね。いろいろまあダンスとか歌とかもだいぶ成長したんじゃないかなって思います。私もともと本当にどっちも苦手だった。 好きだけど苦手だったから確かに比べるとちょっと成長したかも <laughs> そうそうそう,そう挨拶はキャッピーでや絶対嫌だね <laughs> 絶対嫌だねうんチラ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  変なポーズと、あいそれで近づいたら、もうね、やばい先輩だよね、それ。めっちゃ怖いんだけど。絶対やめよう。絶対にやめよう。フォローしました。ありがとうございます。向こうからキャッピーしてきたら、どうする。それはありがとう、キャッピーだよね。<laughs> それは。ありがとう、キャッピー。可愛い,い。<laughs> ありがとう、キャッピーです。 うん、いないと思うけどね <laughs> いないと思いますけども「ありがとうキャッピー」とは「ありがとうキャッピー」ってでもよく使いますね私。というかなんかその私キャッピーって本当にリアルで使っててあのでもなんかその言葉にするってよりかはその文,文で LINE のラインの 返事とかでよくキャッピーを使ってたのもとこう皆さんに公開する前からリアルに使ってたのキャッピーってだから普通になんか返信とかでキャッピーみたいな感じで返してたんだけどなんかねそれをなんかえどのタイミングで言ったかは忘れちゃったんだけど正直でもファンの皆さんにもちょっとキャッピーってあるんだよねって話をしたらなんか。 キャッピーになななっっちゃたたよーみたいな感じ <laughs> なんかどういう意味って言われると意味はないんだけど何にでも使える言葉かな何かなんだろうえー、なんか説明が難しいキャッピーは何なんだろうななんか手塀みたいな感じじゃないけど例文が欲しいえっ、ー 例文ねーでももともとはこう言葉にするあのものじゃなくて文章で成立すする言葉なんででよキャッピーって <laughs> でもなんかみんなに言ってから結構言葉にすることが増えるじゃないですか。したらなんか最近なんかリアルに使うようになっちゃって私。 本当になんか特になんかユナコの前だとすごい言っちゃうのユナコがめっちゃ使ってくれててキャッピーを「ねキャッピー」みたいな感じで話しかけてくるのだから「何キャッピー」みたいな何か <laughs> そういう感じじゃないけどなんだろう例えばうん難しいなキャッピーってフォローしましたありがとうございますでも本当になんかにユナコがすごい使ってくれるからなんか ゆな子と喋る時は、すごくキャッピーを使う夢とかそう、なんかキャラとかじゃなくて、普通に使っちゃう <laughs> キャラとかじゃないよ、なんか普通に使ってたし、本当に昔からキャッピーは奥が深いそうなんですゆな子も上目でたまに使って…え、そうなの <laughs> ゆ子使ってくれてるんだメールでそうなんだそうでもユナコが多分一番使ってくれてる夢とかそうなんですなので皆さんもいっぱい使ってくださいハネームはキャッピタイキャッピタイちょっと変だよ <laughs> やだ<ー> <laughs> いいけどいいけど嫌な人もいそう短冊ありがとうございますうんそうなんだよねってことで、まあ、キャッピーポーズはしましょうって感じだよねツーショット撮影会迷ったらこれで山中アナもめっちゃ使えそ,そうなんだよ <laughs> そうなのまおちゃんすごい使ってくれてなんか写真撮る時とか絶対これしてくれるっていう。 優しい、そうなんです。かわい,い、ありがとうございます。短冊ありがとう。目玉リレーはできそう？ああ、できない <laughs>。カタログでやったけどちょっとできなかった。できなかったよー。お見送りの時もキャビポーズした。えでもさ、お見送りって今その。 ファンの方からこう声をかけられないのでなんかこうジェスチャーなんかジェスチャーゲームみたいになってるじゃんなんか正直なんか私たちからは話しかけられるけどファンの皆さんはなんかこう、まあ、なんか書いてきたものをスケッチブックとかを見せたりだったりとかまあなんだろうこうギターの時とかこうやってやったりとかするじゃないですか「ここここイェイ!」とか分かりやすいですよね「あっキャッピーだ」って、うん <laughs> これやっていただけたら「ああありがとうキャッピー」って返せるから <laughs> 迷ったら迷ったらとりあえずこれねうんそうなんだよねジェスチャーゲームみたいになってるよねそうそう,そうでも確かにこれやってくださる方も増えた気がする タイヤ押しってわかるポーズそうだね。<laughs> これね、間違うことない何かと、うん。うんうん。キャンディーポーズ気づいてくれなかったら大変。<laughs> 気づかないことあるこれ絶対気づく。<laughs> ありがとうございます。晒やしかポーズもありますか。こうやってか晒やか。 あこれも結構いるかもしれんい。構小石かーこうやってこのポーズもありますから <laughs> そうそうそう一応ねあるんですよいろいろポーズ結構多いんですよそのポーズかっこいい<笑><笑>このポーズかっこいいありがとうございます しかポーズって左手どうなってるのあ左手はね腰に当ててるのこうなんかこうなんかこういう感じ「進撃の巨人」みたいな感じの「ノハートバージョン」<laughs> そう「さやしか」って <laughs> そうそうそう初耳だった確かに見えないもんねショールームってそう腰に当てるんですよ <laughs> そうなんです。さや倒しを誓います。さやしか。って <laughs> 捧げなきゃ。捧げなきゃ。きゃ。きゃ。ちょっと前に知りかっ、あ、知りたかったんで、ね、確かに、そうだよね、左手どうなんだろうってなるよね。うん。確かに、確かに。うん。こんばん、こんばんは。 次は何ポーズを開発中です今のところ開発の予定はないですけどね、まあ、とりあえずで、まあとキャラクターとかもいるので私はウサーヤとかネイヤンとかベアヤとかありますけどうん今日のお洋服に、ね、ありがとうワンピースこんばんはこんばんは DD はキャピはできても鞘しかはできない <laughs> これじゃあ結構できる人少ないんじゃない <laughs> 確かに <laughs> これは貴重なポーズですねじゃ <laughs> 貴重だなこんばんこんばんはサーニャンの時ね、こし確かにサーニャン サニャンは東京でやります東京のおしゃべり会おしゃべり会じゃないツーショットでやりますそんなハードル高いポーズなの全然 <laughs> 全然誰でもできる <laughs> はい誰でもできちゃうねえ、楽しみいっぱいでいい夏になりそうでございますね でも本んおしゃべり会久しぶりで楽しかったなんか今までそのポンコツの時ずっとあったけどこうパってなくなっちゃってたから本当にねなんか日常が返ってきたって感じですごい嬉しい本当にみんなも元気そうで何よりって感じで <laughs> でも夏バテの方も結構いたりとかだったので。 体調には気をつ,けつ,つまあいろいろね特典会とかもありますからあの思い出もたくさん作っていきましょうはいということでじゃあ今日ちょっとこの辺で終わろうかなと思いますえっと全身写真はメールかなメールに送ろうかなでインスタも夢に撮ってもらったので載っけようと思いますので見てくださいあと ジブさんの YouTube と Twitter、うんまあ、も投稿したので見てください。はいということで、あたずかありがとうございます。ランキングを読んでいきたいと思いまーす。13位、勝也さんありがとうございます。12位、ずみッさんありがとうございます。11位、KO さんありがとうございます。1あき明ろさんありがとうございます。

お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんもはい、ありがとう。こちらこそありがとうございます。見てくださって。ではでは。ではでは、ありがとう。サンドイッチ <laughs> おやすみなさい。メールも来るので待っててください。ではまたね。バイバーイ